遥か彼方、タラバヤ市星から地球の調査にやってきたカニ型異星人タラバー八郎。インターネットエクスプローラー8の新機能を利用しながら今日も調査活動を続けるのであった。インターネットエクスプローラー8紹介ドラマ、地球調査員八郎、第4話、万が一の時も安心なのかに。アクセラレーターやウェブスライスのおかげで作業もはかどるかに。故郷に帰れる日も近いかに。お、ありゃメニューの位置がずれてるかに。説明しよう。インターネットをブラウジングしているとうまく表示されないページに出会うこともある。そんな時はこれをクリック。これでいいかに。説明しよう。今八郎がクリックしたこのボタン、これは互換表示ボタンだ。これをクリックするとインターネットエクスプローラー8の表示モードが変更され、快適なページ閲覧が期待できる。さて、調査もそろそろ大詰め。故郷に帰る前に地球政府にカニを擁護するメールを書いておかねば。盗塁として放ってはおけんかに。思いのほか長文になったかに。しかしこれだけ書けば地球人もきっとカニのことを見直すに違いないかに。あ、掲示板に新しい書き込みがあったようだかに。そうなのだ。お気に入りバーに表示されたウェブスライスが太字になっているときはその情報が更新されたことを意味する。詳しくは第3話を見てほしい。ん？このリンクは何かに？落ちた！そんなー！さっきまでの長文メールも消えてしまうのかに。あ、自動的に回復したかに。ウェブメールはよかった、無事だかに。説明しよう。インターネットエクスプローラー8では万が一閲覧中のタブがクラッシュしても他で開いているタブには影響しない安全策が講じられているのだ。だから入力途中のメールやブログがあってもその内容が失われることがないのである。救われたかに。クラッシュしてなくてよかったかに。本当によか。あー、頑張れ八郎、負けるな八郎。君がインターネットエクスプローラー8を使いこなす日は近い。